はい、皆様おはようございます。リヒトドゥンケルハイトでございます。牧場物語ハーベストムフワガール実況をプレイ続けていきたいと思います。本日秋の月14日水曜日、はい、昨日のお月見のイベントから続きでございます。昨日だったかな、疑問に思ってて養殖池の魚の数が急に増えた件について調べてみましたら、魚の養殖池に入っている数が少ないとたくさん増えるということで倍に増えたみたいです。はい、なので次に、でしかも10日ごとだったわ。10日ごとに小魚、中魚、大魚って、いや頻度が1ヶ月かかるんじゃほんまにみたいな、なのでおでこがテカってる。次に産むときは、まあちょっと少なめ、さすがに倍にはならんと思うので、まあちょっとせっかくなんでジュースでも作ろうかなと思って、入れちゃおう。キノコは2個か。松茸だけぶち込むか。まあなので釣りもね、ちゃんとしとかないといけないかなっていう、さすがに全く1匹も増えないっていうことはないと思うんですけど、21日か。ちょっとね、多分今日、確認したところ今日、家人アルバイトが多分来ると思うんですよね。長いね、これ。まだやるんだ。ハートマークが出るみたいなのは。長い、分けろ。馬は、聞いてないんかい。1年だからまだならないんだよな。乗れるようになるぐらいかな。いやもう他にもあるけどさ。とりあえず、来るかな。来た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 。デュークさんが来るんかい。マラさんじゃなくデュークさんかい。明日からか。手伝います。これを手伝わないといけません。10時くらいに家に行く。とりあえず行かな、ああ、そう、これか。これでクリフを誘わなきゃいけないのか。じゃあ、ついでに、え？リック？はあ。いいよ。はあ、なぜこのタイミングで？びっくりした。特に何もなしと。10時くらいっていうのはちょっとなぁ、しんどいなぁ。ちょっとこれ収穫をこのボックに頼むこうかな。あ、ふわふわなってるー。さつまいもの収穫とかがね、ちょっと再編になりそうだから、そのアルバイトで結構時間取られたような気がするんだけど、あんまり覚えがないんだけど、これね、催眠だとカットできるっていうか、勝手に自動で5時くらいまで時間が進むんだけど、こっちはね、なんか割と作業しなきゃいけなかったと思うから、まあもちろん時間もそれなりに取られたと思うし、なのでさつまいもの、まあナスもだけど収穫運動がちょっと大変になりそうなので、このポックルに仕事を頼もう。と思います。2日だから、1人に収穫頼んで、あと2人、ちょっと、頼むか。あれ？ウィンドウ？なんでいないの？どこ？ウィンドウ？お前出たの？ウィンドウ？もしかして笛吹いた時になんかバグった？どこにいんだよあいつ。まあ別にどこにいようかっていう感じはするけど、びっくりした。出してないのにみたいな。え？でも鳴き声がするっていうことは外にいるはずだよね。
え、バグるなよ、いくらなんでも。怖いわ。で、ニワトリ増えちゃったから、そっか。じゃあ、いつ、何日預かるんだっけ？いっぱいいる。あー、そっか、めっちゃ増えてんのか。あの、餌も置いてってくれてるんだよね。だから、じゃあ、しばらくは餌でなんとかするか。このニワトリちゃんが、リリアさんの元に帰る。ちょっと待って、ウィンドウがマジどうだったのかが。どこにいるんだ、あいつ。ほんとマジで。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、危ない、8、9、よし。というわけで、あれだな、この鶏小屋の数が少ないと発生するイベントですね。6匹以上、6羽以上いると、あのイベントは発生しません。5羽預かることになるんでね。まあ、リック君の恋愛イベントにはなるんだけど、近すぎてごめん。しばらくこれができなくなりそうだな。しかもポプリちゃんお休みだから、ポプリちゃんも看病でってことでしばらく出てこないかな。この木を切る作業を中断っていうか、明日からその10時頃に行くっていうことを考えると、ちょっと考えるというか、まあ、一旦これ一回こうルーティンでやってみようか。まあ、忘れてやりそうだけどな、次の収録の時。今この時点で9時でしょ。んで戻って、これでそのままダッシュして10時ぐらいやから、10時頃だから、その10時に絶対着かなきゃいけないってわけじゃないけど、ある程度時間が過ぎるとダメだから、まあ、とりあえず、まあ、今日は大丈夫なんだけど、っていうか今日、そっか、今日はまだいける。今日はとりあえずナスの収穫は自分でするから、とりあえずコロボックルに収穫と、あっとい、話しながらだからね、やっちゃうね。で、今日シェフネン、赤い子の誕生日のはずなんだよね。だから赤い子にこれを渡そうかな。またレシピを教えてくれそうな気もするけど、あとミスりそうな気がする。んー、今オッケー、セーフなんかいっていう感じやけど、で、グレイ君に話しかけに行って、今10時ぐらいやから、まあちょうどええぐらいやな。で、よいしょ、ここに話しかけに行く余裕がある、ギリギリあるやろな。10時11時までくらいをめどに、あそこに、ん、いや、いい、君に話しかけても、君に話しかけてもしょうがないね。こういうことあんねや。私、もう直でクリフに一気に話しかけに行ってたから、なんか、セリフ変わったって思ったけど。別に話す必要はないね。クリフしか反応せえへんはずやから。グレイ君にアルバイトのこと話したって何にもならへんし。サイバラさんの目の前にそんなこと話すなよっていう感じやな。とりあえずクリフ、ん？ああ、水曜お休みやけどな。エリーちゃんの会話が聞きたいな、そういえば。有効度上がったよし。とりあえずクリフに話しかけに行って。クリフおるよな、おるおるおる。えらい明るくなったな。これあれやな、目、こっちのグラフィックやと青いのに、立ち絵やと茶色なんやな。うん。これでクリフの、フラグはなんとかした。聞かにえ。ちなみにもう一回話しかけるとどうなる？あー、いつものやな。お前、ギャップというか、おかしいやろ。二面相なんですか。ちょっとね、この収穫とかが大変そうになりそうなので、
コロボッコリに頼みましょう。誰に頼もうかな。シェフレンがマックスになった。直角ボルドーが減りそうなので、まず直角ボルドーに頼み、ティミット君に収穫頼もうか。収穫なのに1週間でいいかな、とりあえず。ほんで、青と紫やな。オッケー。んーで、水まき、ほんまやったら明日に頼むのがちょうどええねんけど、ちょっと頼んでる余裕があるかどうかわからんので、念のため先に。水まき、家畜の世話は自分でやります。時間が止まるんでね、中は。うん、よし、これで一通り、とりあえずこれで畑は安心かな。とりあえず今日やって、自分の分っていうか、今日の分ナスは収穫して、多分ね、3日に1回生えるっていう感じだったと思うから、多分明日さつまいも入るんちゃうかな、多分。そのナスがそのさつまいものルーティンの中で入るかどうか、収穫できるようになるかどうかっていうのが正直わからんから、ナスがいつやったか忘れたからな。まあ、とりあえずやな、今日の分は収穫しよう。ナスを収穫しよう。あ、ナスも天ぷらできますね、そういえば。あまり食ったことないというか、私ナス苦手なんですよね。ナス食えないんですよね。ナスに関してはマジでどの料理も無理。その苦手な野菜とか食べ物でも料理によっては食べられるっていうことがあるんですけど、ナスはマジでダメですからね、私。何に入、もはや何もかもをね、何もかもの味を抹消してしまうカレーですらナスが入ってると、うーわってなるので。ナスって水っぽいからわかるんですよね。どんだけ細切れにされても、うわ、ナス入っとるやんっていう気持ちになるっていうので、マジで苦手な野菜の一つですね。よいしょ。皆さんはナスお好きですか？田楽とか水ナスとか天ぷらとかいろいろありますけど、私はどれもダメです。あ、おひたしとかもあんのかな。それウィンドウ探そう。ウィンドウお前どこおんねん。ちょっと待って、一回中見てみよう。バグって中に入ってたりせへんか。そこにおれへんねん。中おれへんな、おれへんな。どこおんねん、あいつマジで。なんでここは出れへんはずやのに、なんで出とんねん、あいつ。ウィンドウどこ、この広いあれの中にいた。お前なんでそんなとこおんねん、お前。ちょ、ほんまお前、ほんまインして。ウィンドウここに入ってくれ、頼むから。なんで私があの位置で笛吹いて、事故って笛吹いたのが悪かったやろうけれどもさ、ウィンドウこっち来い。よし、もう少し、もう少し。いい子だ。マジいい子だ。いい子だ。いい子だ。いい子すぎる。よし。いや、びっくりした、マジで。今日、って思ったもん。狭くてマジごめんやけどさ。ちょ、広げる？これ。ちょっと、この辺のあれ使って、資材使って広げるか？広げようがなんやろ、関係ないはずなんやけどな。びっくりした。マジで心臓止まるかと思ったもん。出れんのかな、あの隙間。いや、でも、多分バグやと思うねんな。私があのタイミングで笛を吹いてしまったことによるバグやと思うねんけど。ちょっとウィンドウのためにちょっと広げる作戦を。ちょっと待って。なんかこれやとちょっとすごいっす。今出ようとするな。頼むから。ウィンドウ。今じゃない。今出るな。お前もう、ほんまもう。まあ、今やったら読めばすぐ来ると思うけど。
いやマジでさ、え、すごい、どこ行っとんねんあいつ。おお、来た来た来た。なぜに脱走しようとするんですかね。あ、もはやグラフィックがおかしいことだね。びっくりした、ちょっとほんま心臓マジで止まるかと思った。一旦これで出れへんはずやし、ちょっともう2、3個取ってくるな。よいしょ。まあ、今日は鶏出してへんから、その分ちょっと余裕はあるし。あ、これは出れるな。ごめんごめん。もう一個いるな。ちょっと斜めった斜めった。これは、あ、ここが出れるか。なあ、ほっほっ。いやマジ焦った。ちょっとまあそのビジュアル的な問題で石じゃないとちょっとなんか狭い気がするので、出れへんよな。出れへんはずなんやけどな。ほらちょっと広げてやったから、倍ぐらいに広げてやったから、めっちゃ不格好やけど。頼むわほんまウィンドマジで。よし風呂入ろう。いやーびっくりした、マジで。ほんま心臓止まるかと思ったわ。いねえって、いないなんてことあるよみたいな。まあ原因はわかるにしてもびっくりした。ほんまにバグるなっていうね。クリアちゃんびっくりしたね。もうちょっとね余裕があったらまた、まああそこに草原じゃねえよ、芝生でもねえよ、牧草を巻くっていうのも一つの手だよね。見た目的な問題でね、あそこで釜振ってたらウィンドに当たりかねないから。また牧草、あれしよっか。広牧用にね、見た目にもちょっと不格好だしね。まあ大人に、馬が大人になったらああやって、まあ囲う必要は、まああるっちゃあるのか。どっか行ってるとめんどくさいからね。ああやってこう広い牧場をね、あ、まあいいや、ちょっと今日は松茸取りに行くのもうめんどくさい、もう疲れた。ウィンドの脱走のせいで疲れた。よし、じゃあ最後に、そうやな、最後にっていうかあれですけど、今日の終わりに一つリンゴジュースあたりでも作れるかな。作れるかな。トマトジュースやったら作れるな。トマトあったっけな。トマトジュース作れるけど、リンゴジュースあたり何も、あー、いちご、パイナップル、山ぶどう、みりんごのいずれか一つでフルーツジュースとか作れんな。りんご、ジュースはないんや。ジャムはあるけど、ジュースはないんやな。じゃあフルーツジュース使おうか。りんごと山ぶどうの実、あと蜂蜜で作れんな。よし、蜂蜜は別にいらんっちゃいらんけど。いずれか一つやから別に何でもええっちゃええらしいけど、とりあえず、まあ、せっかくフルーツジュースやから、いろいろ使いましょう。まあ、いろいろ言うても、一つしかないけど。ミキサーを使います。ミキサーだけでいいかな？一応、包丁も判定には、アレンジの判定には何やな。使う材料はリュックから、あ、トマトジュースも作れるな。リンゴ。リンゴじゃない。山本の実とリンゴ。この二つと、あと、蜂蜜を使えることもできる。蜂蜜あったっけ？あ、一個しかないから、ちょっともったいないかな。じゃあ、これでいけるはず。トン！山ぶどうの実とリンゴ、まあ、秋のもので、いけるかな？ OK！ はい、フルーツジュース。フルーツジュースです！リンゴと山ぶどうの実を使ったような色ではないけど、フルーツジュースです。だいたいフルーツジュースってこんな感じでじゃないですか？なんでそうなるねんっていう、多分牛乳の量が多いんやろうな。はぁ、焦った。まぁ、ちょっとなんかいろいろ事故は終わりましたけど、まぁ、動画としては割と美味しい事故ではあったけどな。びっくりしたもん。ホラーかなって思ったもん。いないみたいな。今まであそこからいなくなるなんてことなかったのにっていうね、事件が。はい。
びっくりしましたということで、寝まーす。おやすみなさいませー。はい、日記をね、前回はつけられなかったので13日のままですけれども、本日は1年目秋の月14日でした。ご視聴ありがとうございました。